今年の夏といえば、はい、平成ジャンプ。早速なんですけれども、平成ジャンプにお便りが来てるんですよね。はい、読みたいと思います。お便りは神奈川県伊藤真奈さんからいただきました。はい、いつもテレビで見てます。私は平成ジャンプの山田涼介くんが大好きです。ありがとうございます。お前は知念だろうな。そこで平成ジャンプの皆さんに質問です。メンバーしか知らない今までで一番面白かったエピソードは何ですかとのことです。だから特に山田が本当に寝言がすごくて。山田くん寝言言うの？いや僕やっぱ寝てるんでちょっと分かんないんですけど。そうだよね。よく、あのよく同じ部屋になることが多いケイトが。そうですね。どんな寝言をしてるのか。いや本当すごいんですよ山ちゃんの寝言。山田くんとケイトは普段同じ部屋になることが多い。そうですね、ホテルとかで一緒になることが多くて。なるほど、ね、ちなみにどんなこと言ったりするの？いやもう本当アニメみたいにむにゃ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 とか言ったりするんですよ。そうなんですよ。むにゃむにゃ言うの？俺がそんなこと言うわけねえじゃねえか。それ本当にそれ山田くん相当疲れてるね。いやいや疲れてないですよ僕、超健康体なんで。本当にむにゃむにゃ言うんですよ。むにゃむにゃ言う。そうだよ。絶対起きてんだろうって思うんですけど起きてないんですよ。あと何かの言葉を言うんじゃなくてむにゃむにゃ言うの？むにゃむにゃ。むにゃむにゃ。山ちゃん踊るんですよ寝てても。嘘つくなよ。ポップポップってあの寝言の息を超えてますよね。ポップってるんです。それを僕らは可愛いなこいつと。いやなんか分かりました。じゃあスタンバイの方お願いします。お願いします。